今日はですね、この朝っぱらから、まあ、何してるんだという感じなんですけども、まあ、行く道中でね、その前走ってるペケジェと、まあ、交代交代で交換しながら乗ったりとかしながらしてね、まあ、ペケジェのレビューとかもしていけたらいいかなと思っております。微妙に振ってね、シールドに水ついてるよね。パート何まで行くかななんとなくね、もう今撮ってる時点でね、結構収録時間が長くなりそうなのがすごいわかるんだよな。これ結構編集が大変そうですね。結構寒いな。そして本当にマジで今日この時間だからかな、結構寒い。今パーカーの上にこのアルパインスタジオのライジャケ着てるんですけど、それでも普通になんか寒いっすね。さっきヤフー天気見たところね、北方今日なんか最高気温もそこまで高くないっぽくてですね、まあ最悪暑くなったら脱いで後ろにタンデムのところにね、まあネットでくくりつけとけばいいかなと思って今日このライジャケ着てきたんですけど、いや着てきて正解って感じですよ。寒いもん普通に。まあこの時間帯はすごいこの辺も交通量が少なくてね、もう昼間だとね、ほんとこの郡山行く道とかってもうガンガン車走ってるんで、あれなんですけど、やっぱこのぐらいの時間だとね、まあ、言うて日曜日ですけども、交通量も少なくて気持ちいいですね。いやね、黒猫ライダーさんね、毎度コメントありがとうございます。マーチャンネルさんっていうんですかね、ありがとうございます。いつもコメントいただいてね。で、昨日だか一昨日だかもすごい、まあこの撮ってる今現時点での話ですけど、まあ一昨日ぐらいにも、のどかな景色がなんかいいですねみたいなコメントをくださってですね、いやね本当に、まあありがとうございますなんですけどね、本当のどかすぎてですね、こっちとら住んでる側としてはですね、もうちょっと栄えた景色を映したいななんて思ったりもするんですけども、どうですか本当にこの感じですよ、この感じですよ。本当にどこもかしこもこんなですからね。いやでも空気はね、空気は今声裏返りましたけど、空気はめちゃくちゃ綺麗だなと僕は思いますけどね。お86、空気は結構やっぱね、この緑が多いだけあって空気は結構澄んでるし、水も美味しいしね、すごい、まあ住む環境としてはまあいいところかなとは思いますね。まあね、僕こうしてこの田舎で、まあ、生活してるっていうのもあるのかもしれないんですけど、結構やっぱり、まあ、東京の生活だったりとか、そういう都会の生活っていうのをねやっぱり憧れたりするもんですけども、いざねこう東京行ってみたりするとなんかこう住むところじゃねえなって思っちゃったりするんですよね。結構これね、その田舎に住んでる方とかだとまあ分かってもらえる方いるかなと思うんですけども、こうまあいざねこう田舎に住んでるとやっぱりまあ都会ほどねお店もないですし、何もまあすることがないっていうとあれですけど、まあ特に特筆してねここがいいなんていうところも特になくてですね、まあ言ってしまえば退屈な生活かもしれないんですけども、こう東京にね遊びに行ってみたりするとね、こう結構人が多くて、お店とかねいろいろ多くてですね、いやいいなーなんて思ったりもしますけど、よくよくこうよくよくね考えてみると、
なんて言うんだろうな、うん、住むところじゃねえかなって思っちゃうすかね。なんかたまにこうやって遊びで行くからこそ楽しいのかなって思ったりするな。いやー、もうシールドがねすごい霧吹きしたみたいな感じになってますね今。これ GoPro 大丈夫ですかね、映ってますかねちゃんと。まあ、話変わりましてですね、いやソロ2、まあ、基本僕ソロ2が多いんですけど、うん、こうやってねマス2みたいな感じで今のところまあ2人ですけど、この後まあ人数が何か増えますからね、こういう集団で走るのもすごい楽しいですよね。でこれ僕ライダーあるあるかなと思ったりするんですけど、そのまあ僕自身先ほども言った通り一人で走ることが、まあ、ほぼほぼなんですよね、うん、でまたはまあ2人とか3人とかが多いんですけども、そういう少数で走るときになんかやっぱ大人数の方が楽しいなと思うときってあるじゃないですか。でその時にですね、こうツーリングこうやってまあ少数でバーってしてるときに、まあ、前の方にめちゃめちゃ集団のバイクとかが現れたら、なんかさりげなくその中に混ざってね一緒の雰囲気を醸し出しませんか皆さん。これ僕たちだけなのかな、すげえ気になるんだけど、なんて言うんだろう、なんかもうバイク見ただけで基本ライダーって嬉しくなるじゃないですか、どんなバイクでも嬉しくなりますよね、なるよね、うん、でそこがね結構大人数でねガーッとバイクが走れたりするとねすごいテンション上がるんすよね。分かってくれる人いないかなこれ、それか僕たちだけもしかして、このなんて言うんだろう、もう強制マスツみたいにしちゃう感じ、もう一緒の感じでね後ろの最後尾にさりげなく紛れ込んで同じ集団かと思わせる作戦ね。結構これ人数はいつも少なく走ってるけど本当は多く走りたいっていう人たちね、ぜひぜひやってくださいこれ、それだけでね知らない人ですけどマッスの雰囲気めちゃめちゃ味わえますから最高ですよ。そんでもってさ、こいつなんでさっきからゴーグルバイクにつけてんだろうなと思って、出てくる時から言ってんですけど、いやゴーグルだからみたいなこと言ってて、あのメーターのところにねなんかようわからんゴーグルが引っ掛けてあるんですけど、何に使うんだろうなあれ。お、見たくないものを見ましたね今。おそらく今のところ1回もないんですけど、なんでさっきからおそらくって言ってるかっていうと